疲れ様です。どうもおやきです。本日は生き物大図鑑アドバンスということで、1000円に、なりました。この生き物大図鑑シリーズのガチャガチャを、2個用意できましたので、こちらを開封していきたいなと思います。それではお願いします。中身はこんな感じです。こちらを見ていきたいと思います。今回は昆虫新聞ではないようですね。普通にこちらの組み立て方のみとなっております。こちらなんですけど、1000円のガチャガチャになりまして、長野県にはちょっと売ってなさそうでしたので、プレミアムバンダイ様の方で、だいぶ前にですね、ちょっと事前予約しまして、こちらの方ですね、ちょっとオスズメバチの方は出なかったんですけど、黄色スズメバチとヒメスズメバチの方ですね、開封していければと思います。ではちょっと組み立てていきたいと思います。500円のものの時と違って、ちゃんと事前にですね、こちらのちょっと見えますかね、 L1 とか RZ とか、こういう風にですね、かなり分かりやすくなってますので、R-Z じゃないです、 R2 ですね。これが簡単にちょっとすごい分かりやすくなってるなと思います。足の方が付き終わりました。完成いたしました。やはり500円の時と比べて色彩がですね、かなり鮮やかになってまして、で何より組み立てやすいですね、すごい分かりやすくて、であとここがですね、顎がすごくて、かなりしっかりとこう開閉がすごい楽になってまして、こういう感じ でよりなんかこう気持ち悪いというか、はい、グロテスクになってます。色は本当に綺麗ですよね、これすごいですね。で尻尾も安定のこのここが、はい、針が出し入れできるようになっております。いやーすごい。どうでしょうか、こちらかっこいいですね。じゃちょっともう一個の方も組み立てていきたいと思います。すみません、今ヒメスズメバチも組み立ててたんですけど、中に入ってましたディスプレイベースのここがなんかかなり折れやすいみたいで、ちょっと2つとも私のやつ折れてしまいましてちょっと皆様組み立てる際はお気をつけいただければと思います。ちょっとこれでこれには立てられなくなっちゃったんですけど、ちょっとまあ残念ですけど、そのまま平置きでいきたいなと思います。でこちらが一応ヒメスズメバチとなります。違いとしてはこの背中の部分の模様が違くて、すいません、背中の部分の模様が違かったり色合いが少し違いますね。はい、で顔の方もシャープになりますね。こちらの方がヒメスズメバチなんですけど、はい、シャープとなっております。で足の色もやはりちょっとだいぶ違いまして、こちらがカーキ色で、これは、はい、黄色は黄色スズメバチの黄色っていう色合いですね。はい、大きさ的にはほとんど変わらないですね。いやーすごいですね、もう本当になんか本物、より本物なんですかね、ちょっと実物が分かんないんですけど、すごいですね。かなりやっぱり、でもなんかこの大きさの割にはかなり軽いなと個人的には思います。はい、で一応ですね、前回500円の時の、黄色スズメバチがありましたので、ちょっと比べてみたいと思います。こちらがちょっと外しますね、
500円の時のキイロスズメバチで、こちらが今回の1000円のキイロスズメバチですね。大きさがなんか全然違いまして、なんか一回り以上大きさが異なります。でなんか色合いもやっぱりよりなんかちょっと何ですかね、500円の方がこうやってみると結構なんかチープな感じしますけど、よりツヤが出てる感じがしますね。はい、足とかの関節もキイロス、こちらの500円の方はもう本当に一色のみで単色なんですけど、こちらの方はちょっと関節部分にですね、あの色合いがあったりとしまして、やはりなかなかクオリティが倍の値段するだけあって全然違いますね。顔とかももう恐ろしく、はい、500円の時もなんかすごいいかついなと思ったんですけど、1000円の方がよりいかつい顔となってますね。はい。いやーすごい恐ろしいですね。こんなのいたら本当に逃げるしかないですよね。はい、とまあこんな感じで本日は、生き物大図鑑アドバンスということでスズメバチ編ということで、こちらの開封動画となりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。